ルナーリコネサンスオービターが撮影したルナ24号の着陸地点。中央にある天然クレーターの左上に映っているコントラストの強い物体が月面に残されたルナ24号の降下ステージとみられている。左下は拡大写真。ルナ24号とは1976年にソ連が打ち上げた無人月探査機である。月面に着陸した後、 1 7 0 1ムの月の土を地球へ帰還させた。ルナ計画最後の機体で無人サンプルリターンに成功した3期目の宇宙機となった。ルナ24号は1976年8月9日15時4分にバイコヌール宇宙基地からプロトンドケットにより打ち上げられた。高度1 1 5トル傾斜角120度の月、周回軌道に投入された後、 避難の海に何着陸した。ルナ24号は月の海としては典型的なクレーターの散在するなだらかな平地に着陸し、至近距離には直径64メートルのクレーターが存在した。またこの地点から2.3キロメートル離れた位置には1974年にサンプルリターンに失敗した同型キルナ23号が眠っていた。 ルナ24号は1 7 0 1ムの土壌をカプセルに収め、8月19日5時25分に機関用のロケットを月面から打ち上げた。カプセルは8月22日に地球の大気圏に突入し、5時55分にシベリア西部スルグトの 200km 南東に無事着陸した。ルナ24号をもってルナ計画は終了した。 ルナ24号の次に月に軟着陸した探査機は37年後のジョーが3号、次にサンプルリターンに成功した探査機は44年後のジョーが5号である。コスモアイル白衣にはルナ24号が展示されている。ここにあるルナ24号は実物のバックアップ機で故障した場合すぐに使用できるように待機していたものとのこと。ありがとうございます。